ばい。拭き取る。やっぱ寝とったけを拭き取る。寝とったけ拭き取る。こんなに寝とった動画撮って、これなんでこのさ、ここになってほしいのに、おおっていう。ちょっと待って、ちょっと待って、一回転一回転。もしかして逆？こっち？ちょっと待って、みんな目が悪いよね。ごめんね。実家の方は大丈夫ですか？もう私福岡に実家ない。福岡。鬼滅の刃の髪型。ちょっとなんか元気出てきた。鬼滅の刃みたいな髪型だねーって。でもイテウォンクラスのイソちゃんなんだよ。こんばんは、ゆかちゃん。明日先生なんです。勉強のやる気が。メイク似合ってるかわいい。なんか今日さ、めっちゃ、もう塗り直せばよかった。汚い。ちょっと待って、ライトに近づこう。もうちょっと私にもっと光を。いや、寝とった。風邪ですか？寝とっただけ。今日のリップは何ですか？いつも使ってるビビエっていうやつと、まあその上にディオールのリップを塗っています。髪型めっちゃ綺麗。イエーイ。自撮りをさ、かわいい、メルが可愛かったけどさ、自撮りをツイッターにあげたいの。そしたら、やりたくなった。い、今日のリップはですね、聞き直した優香が何も食べてない。ガチか、ガチだ。ちょっと私、ちょっと立ち上がってちょっと歩いたら息切れがするし、動悸もするんだけど、病院行こうかなあ。 病院行った方がいいかな。ビビビアこっち、これずっと最近使ってる、これ使って、これ使って、でこれはティントだからね、乾燥しちゃうよね。だからこれディオールのやつ。ソワちゃんからもらったと、これお誕生日に。イエーイ、ソワちゃん大好き。ソワワンちゃんがチャンネル登録者50万人いきました。皆さんお祝いしましょう。わー。髪の毛耳にかけて。酔ってるレベルでテンション高いね。さっきまでにとったんよ。すごくない？それ考えたらすごくない？寝起き5秒でさ、すごくない？牛タン食べれるよ。ディオール名前彫りましたか？これはリップだから彫るやつじゃないね。さっき警報が鳴りました。九州の方かな。九州の人でもちょっと心配です。いや、本当でもあの写真見てめっちゃびっくりした。ええー、と思って、あんなにいいと思ってびっくりした。大丈夫かな、大変。私ね、本当今熊本の方には心配になってたけど、皆さんヤフーで募金ができますのでやりましょう。簡単に、すごく簡単にできますので、ぜひぜひ。海外の方はどういう方法があるのかもしわからないですけど、熊本、九州、熊本、すごいやめ皆さん、ね、ちょっとみんな心配してください。わかんないけど。 好き好き、ありがとう。明日テストなので応援メッセージください。ファイティン。テストか、私頑張ってたことないな。 まあいつも一夜漬けだったね。でもちょっと喉が渇いた。お茶も。いや、みんな今日は違う。やろうと思ったことがある。みんな今日私やろうと思ってたことがある。
さーてそれはなんだ。こんばんは。こんばんは。いや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 、今頑張ってるよ。えらー、ゆうかちゃん肌綺麗すぎて泣きそう。本当？ YouTube ライブさ、めっちゃ汚くない？いや、めっちゃ汚いってか、これが真実の姿なんやけど。雨やばいよ。いや、ちょ、なんか今日私東京住んどるんだけど、東京も朝っていうか、あ、朝か、朝らへんは結構すごかったね。バーって太ったよ。太った。一番重たいなと思う上は何？重たい？めっちゃ甘いものかな、うん、重たいのって。あ、皆さん、本日の私の動画は見てくださいましたか？今日の動画はね、めっちゃ頑張って作りました。すごく力作でございます。まだ見てない方絶対見てください。今日はですね、秋田県は今大雨だよ。すごいね、今日本めっちゃ雨、大雨前線なのかな。ライブ初めてです。初見さん、やっほー。吉田凛さん正解です。キンパキンパキンパ。 M ちゃんキンパ見たよ、ありがとう。いつも見てるよ。ボブキャット、ボブキャット、ボブという名の猫、強やからね。いや、それにしてもちょっとすごいよね。肌荒れしないんですか？するよ。なんか今日ニキビここら辺できとった。なんかちょっと赤いやろ、ここはニキビ跡やし。私ほんとね、あの生理の周期ですごくニキビができる。だから1ヶ月に1回必ず荒れるよ。デカキンパ、うん、しかも油で揚げたキンパ。愛の不時着にハマってます。ゆうかちゃん見ましたか？いや、まだ見てないの。なんかさ、私恋愛系ってあんまそこまでそそられんのよ。だからタイトル見てなんかちょっとどうしようかなってなっとる。イテウォンクラスめちゃめちゃハマった。いや、もうパクセロイ、パクセロイさらないよ。パクセロイかっこいいよ。パクセロイこうやっていつも、でやるんよ。パクソジュンさんか、めっちゃかよね。ビョンビーがかっこよすぎるから絶対見てお願い。私ね、見た目、でもどうだろう、でもかっこいいって中身が多分かっこいいやろうね。役でもさ、俳優さんでも中身が好きだと顔もかっこよく見えるんよ。セロイーしたったらどうだろう。いや、なんでかな、なんでそう聞こえるかな。ヘロユッカ木下。あ、なんか歯がちょっと赤い。あー、ハングル読めない読めない、読めるようになりたい。見たら好きになるよ。ほんとアイプチしてるしてる。このね、今日のアイプチちょっと私の中で一番いい目の大きさになったなっていう感じ。今日こっちはしてないんだけど、こっちしてる。ゆうかちゃん近い。今日のアイメイクかわいい。ほんと？昨日の YouTube ライブでやったアイメイク気に入ったっけ？同じやつしたいの。これ手前やろ。ゆうかちゃん好きなラーメン何ですか？豚骨ラーメン。でも、家系かな？まつげはエクステですか？エクステです。ブラウンのやつをつけています。なんでそんなにかわいいの？キモい。ここの人々は4つ以上の言語で話している。彼らのうち何人が理解していますか？ねえ、4つ言語使える人すごいね。福岡県、雨やばい。あ、やっぱやばいんだ。九州本当にやばいんだね。災害すごいね。あ、なんか私さっき言わなかったけど、私あんまり大きい災害にぶつかったことがないんで、生涯常に自分が引っ越しとかするじゃん。下引っ越し、自分がいないところで常に何かが起きている。
坂田銀時さん、スペチャ選球、雨やばいです。ああ、本当に九州に住まれとるんかな。心配です。心配だけど、みんなね、日本に住んどって、みんな助け合います。だから、悩まないでください。悩まないで、大丈夫、大丈夫、大丈夫。きっと、みんながついています。私たちは一人じゃないです。何時までやりますか？まあ1時間ぐらいから。 YouTube ライブって時間出るんだ。今高3で中学の頃から見てました。嬉しいなあ。ミルクティーキャンディー、ミルクティーキャンディーさん、スペチャセンキュー。かわいいワンちゃんのアイコンだ。お家で飼ってるワンちゃんかな。あ、ナイスパー、ふうちゃん、イエーイ。もう車もダメになりました。え、本当に？そんなに？やばいんだけど。ょっと心配ですね。ちょっとこういう時は国に頑張ってもらいたいですね。なんとか国や県やあれに。私たちの税金をあれしてるんだから、それでちょっとね、助けてほしい。みんなで助け合いたい、こういう時は。あやたか好きなんですか？いや、結構何でも好き。いつも元気だな。元気。てか、ライブ始めたから元気かも。さっきまで寝とったし、寝とって、って感じだったし。あ、今日それでさ、みんな、雨やめ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 、そうだよ。これこそ、こういう時こそ、アマビエを呼ぼう。アマビエ様ー。え？あ、病気か、アマビエ様は。災害は違うのか。初コメでーす。ゆうかちゃん、髪色かわいい。なら、ありがとう。私は韓国人です。たとえ言葉がよく通じなくても、あなたの映像を楽しんで見ています。あー、カムサハムニだ。カムサハムニだ、コマもー。あ、もしよろしければ、最近ですね、私の YouTube の動画に韓国の字幕があまりついていないんですよ。字幕を提供していただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。韓国の皆さんにより楽しんでもらえたらめちゃくちゃ幸せなんで、ちょっと他力本願で本当に申し訳ないのですが、つけてもらえると嬉しいです。そしてコンスタントにつけてくれる人は、私の説明欄、概要欄にあるメールにメールください。今日も動画し、め、字幕つけました、字幕つけましたって言って、で、ちょっと繰り返し字幕をつけてくださった方には何かがあるかもしれません。ちょっと今日やりたかったことがあります。じゃーん。これはですね、このウミンチュの藻塩さん、私が愛用しているお塩のメーカーさんが、前動画でね、私このお塩が好きでいつも使ってるんですって言ったんだけど、そしたらなんか、メールくれて、ああ、ありがとうございます、嬉しいですとか言ってくれて、そして、で、今日ね、これを送ってくれたんですよ。いや、あれですよ、皆さん、私だけ特別扱いしたとか言っちゃダメですよ。私が動画を、偶然ですよ、動画をやって、その動画を偶然目に留まったから送ってくれたんですからね。そういうことです。送ってもらわない人としてもずるいとかじゃないですからね。スパチャ選球です。ギブズアップさん、韓国語字幕作ったけど、視聴者の方々が承認する方法を知らなくて、提示できないです。え？あ、
あ、ちょっと待って、ちょっと待って、それはね、私の方で公開できますので、もしかしたらき、見落としているのかもしれないので、説明欄にメッセージください。ありがとうございます。ギブズアップさん、スパチャセンキューです。スパチャもセンキューです。字幕も本当にセンキューです。ちなみにどの字幕だろうな。ちなみにどの動画の。じゃあ今日はちょっとこれをね、紹介していきたいと思います。韓国人だから言葉が通じなくて悲しいです。いつも幸せに食べる映像いいですね。翻訳でごめんなさい。これでもめちゃくちゃちゃんと翻訳してあるね。北村なんとか海さん、かっこいいよね。誰だそれは。このお塩を使ってる人かな。こんばんは。塾行ってたので見るの遅れました。塾おつー。こんにちは。私はインドネシアから来て、ずっと進まん。こんにちは。私はインドネシアから来ました。あなたは今夜とても可愛いです。ところであなたが言っていることが理解できません。私はあなたをサポートします。ありがとうございます。意味言葉がわからないのに見てくれて嬉しい。はい、これカルビーのかっぱえびせんさんとこの瀬戸内レモン味の藻塩さんがコラボしていたんですね。え、違う、どこにも藻塩って書いてないんやけど。でもなんか匠ってか、あ、匠ってさっき匠さんかっこいいよねってこれのこと言っとったんか。匠さん、匠さんじゃない、匠、これも匠。これちょっと視聴者さんの人にもね、分けてあげたいな。ほんと。なんかいっぱい送ってきてくれたから。匠。あ、これ、ウミンチュの面白って、これ、ここにはちゃんと書いてある。最近ライブよくやるね。もうめっちゃ楽しいもん。みんなと話せて。いろんな文字。ほんとに嬉しいよね。木下ゆうかはハッピーです。ハッピー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 。ワールドワールドワールド。私はサウジアラビア。サウジアラビアラブー。分けましょう。いや、分けたいけど、ファンミで食べたいよね、みんなで。イエーイって言って、月に1回ぐらいさ、あ、うちに今日これが来たよーっつってみんなで食べると楽しくない？それ。すごい楽しそう。お酒飲んで、なんかお菓子食べて、めっちゃ楽しくない？あ、私は東京。それでさ、まあ、世界もいいよ。でも、とりあえずは、日本の各地でやるよ。今回は北海道で、私の今月来たお菓子でファンミ。で、今回は福岡で、私のお家に来たお菓子でファンミ。つって。で、なんだろう、メーカーさんもさ、いや、わかる。あわよくば送ってくれるかもしれんじゃん。それをみんなで食べれるじゃん。ね。YouTuber 万歳。韓国語字幕映像に毎日してください。ああ、韓国語字幕を作ってるのは私ではないのです。韓国語字幕もらえると嬉しいです。木下ゆうかさんは唐揚げ好きですか？僕は唐揚げが大好きです。なんかすごいな、かわいい、わんぱくみたいな感じがして、すごいかわいい。好き、私も好き、大好き大好き。これはなんかトマト、ドライフルーツ、トマトのドライフルーツ。これもウミンチュの藻塩が使われとるんだね。すごいね、ウミンチュの藻塩。これめっちゃ私気になったんよ、これ。ウミンチュの藻塩甘びと、あ、違う違う違う、ウミンチュの藻塩と思ったら違うわ。甘びとの藻塩やった。私、前は呼ばれたんよね。甘びとの藻塩ドロップス。めっちゃこれ美味しそうじゃない？塩の飴。あ、甘びと。いや、甘人はちょっと読まれんわ。あ、これも見て、なんかすごい美味しそうじゃない？レモン塩。広島っぽいね。甘人の文字を。だから広島なん？なんか私ずっと沖縄かと思っとったんやけど。あ、ウミンチかと思っとったっけね。広島なんかな？あ、広島や。甘人の文字は広島なんや。あ、お腹が減ってきた。さっきでもないけど、動画撮ってゴロゴロしとったら眠たくなって寝とった。で、これがめっちゃ美味しそうだよね。甘人の藻塩広島限定。あ、これは甘人の広島限定の甘人の藻塩、もしも甘び甘人の藻塩なんだ。広島の皆さん知ってますか、これ。で、これが多分通常の一番
普通常ナンバービートの模様ですね。だから広島なんだ、知らなかった。広島県呉市だ、聞いたことあるな。うん、はい。これがね結構クスマメシバケンちゃん、はじめまして、初見です、ありがとう。かわいい名前。あ、クク、ごめん、ククマメシバケン、マメシバケンを飼っててククちゃんって名前なのかな、もしかして。ククちゃんありがとう。こんだけほら送ってきたら、ほら一人じゃ食べれんよ、みんなで食べたいな。モコウミに行こうぜ。あー、今広島マーミヤバいって。そっか、大丈夫かな、うん、アマビトの、アマビトの皆さんは、アマビトのお塩を送ってくれたあの方は大丈夫かな、本当に心配。ちょっとみんなでお祈りしよう、うん、雨が良くなりますように。月曜日から癒しだわ、よかった。ギフトセット嬉しいよね。生まれ変わったら何になりたいですか。分からん。楽しい人生を送りたい、また今も楽しい。メールちゃん、メールちゃん、アルチャグさん、スパチャセンキュー。ゆうかさんこんばんは。最近ライブしていただけるのでちょっと身近に感じますね、ありがとうございます。こちらこそ。アルチャグさん、スパチャセンキュー。キャー、メル、かわいいメルちゃんですよ。僕みんなに会えて嬉しい。さっきまで僕も寝ていたんだ。リュウジさん、スパチャセンキュー。ライブの木下さんもいいっすね、よかった。とても好き。かわいい、めっちゃかわいい。ほら蹴ってる蹴ってる、足で蹴ってる、尻尾がライオンだ、足で蹴ってる、白足で蹴ってる。いい、私はこの気になっとった甘人の文字を食べてみよう。めるちゃん耳が可愛いって。めるってね、ちょっとおかしいんだよ。あのここが可愛いんだけど、あのロンってあのすごい結構あのね、量はあんまり食べないんだけどすごい食い意地が張っとるので、人のご飯とかをいつも狙っとるので、もう人間のでもご飯はさあの危ないから絶対食べさせないようにしとるんだけど、もうすぐもうこうやってくわえて逃げようとしたりするんやけど、メルっていつもボケーっとしてもこうやってで、ロンがわー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 って騒ぎ出したらこうやってノスツノスツ来てロンのこと見とるんだけど、そう、もうこの前ささみも狙ってたり、そうだからそういうのがね好きない。でもメルってちょっとおかしくって、なんかその食べ、なんか猫のねあの高級なおやつとかあげて、もうロンはすごいこう勢いでバリ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 って食べるの、でもメルはこうやってみたいなで食べんの。それでと思って、でさ前揚げ油をしたんや、したね揚げ油をこうやってあのもしかしたら揚げ油をこうやってって揚げ油舐めようとしとると、しかもなんか使ったやつほらで今日もね、あ味の素とお塩を混ぜたやつをちょっとゆで卵に私つけるのが好きやから、それをお皿に入れとったんよ。そしたらこうやってそれを何回もこうやって食べようとしよう、で「目ダメ!」って言って、なんか このダメよ食べたらって言って、でちょっと匂っただけかなと思ってパンって置いとったんよ。そしたらまたこうやって食べようとした。メールはちょっとおかしいよ、本当に変わった猫、不思議な猫、奇妙な猫、世にも奇妙な猫いや嫌がらせですか。メールさん、僕の悪口を言うんじゃない、僕はおかしくない、どこもおかしくないって言っていますね。
偏食すぎる。いや、やば、おかしいおかしい。なんかキャットフードはすごくいっぱい食べるの、食べる量としては見るのがいっぱい食べてて、ちょっと太ってたぐらい。最近あのサマーカットして運動量が増えたみたいで、なんかすげえ筋肉質、あの本当なんか引き締まっとる、若い猫だなって感じ。まあ飼い主にいると言われてましたからね、爆笑。おい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 、うちの子も見てない隙に油をテチテチ舐めてたね、心配やね。まあこれ食べてみましょう。一番おかしいのはゆりかちゃんも異常な胃の頑丈さだけどね。ない。あとなんかゴミとかもすごい好きで、これもこうやってほら、あの卵のね殻に、卵のパックについとる透明なビニールのさペリペリとかあるじゃん。それずっとけって噛んだったりして、もうダメって言って、またそんなの食べてって言って取るんやけど。タイトルビビったわ。変わったもの好きなんや。いや多分全本当におかしいと思う。どんだけ好きやんこれが。神やぞこれ、神やぞこれは。え、なんだろうねこれは本当に。ちょっとなんか暑いんだけど。暑いよ、メルも気がいっぱいあるから暑いやろ。はあ、暑い暑い。さっき除湿にしとったんやけどね、寒いなと思って消したいの。なんかやると暑いよね。除湿でいいや。メントスコーラお願いします。ヘズナさん本物ですか？私会ったことないんですよね、あんまり街歩かないから。イエーイ、逃げてる。山口県から来ました。私も山口県の上に住んでました。山口県のどこですか？呉もしか、あ違う、それは広島やった。連投だるいよって言われてるよ。だるいって言われたら終わりだよ、私たちエンターテイナー。これね、あれなんよ、ほら爪で開けられんよね。もうなんでメール邪魔するの、なんで。あ、下関です。あ、マジで私文字でも、ヘズマリュウさんって本物のヘズマリュウさんかな。私文字だよ、あの関門トンネルくぐって下関行ってた。そうなんだ、下関なんだ、いいよね。あの唐戸市場、え、唐戸市場下関だよね。やばい、こんなのしかない。コイン。イエーイ。兄ちゃん、ホタル、なんで死んでしまったん？ホタルの墓の真似。入った。わーい、オンニかわいすぎ。オンニとお姉さんってことかな。ちなみにおばさんってことかな。ちなみにオンニとは韓国、あ、ありがとう。ちなみにオンニとは韓国、あ、韓国でお姉さんです。私韓国人なんですけど、日本語が下手なんですけど勉強中です。いやいや、うまいって。オンニか、オンニ、私も覚えた、オンニで。最近お覚えたのが、待ってってことを結構韓国ドラマ見よったら使っとって、ちょげよちょげよって言った。待ってっていうこと。おい待てよってことに、ちょげよ。で、鼻とせ、1、2、3。お腹すいた。私はサウジアラビア。こんばんは。NASA さん、アラビア語かなこれは。
ゆうじさん呼んで。あ、TW さん、スパチャセンキュー、姫、ラビュー。これはアイコン何かな？なんか動物かな？かわいいね。ディズニー行きたい、ランドとシーどちらですか？シー、お酒が飲めるから。こんな感じだ。匂いしない。私も夜勤明けでさっきまで寝てました。お疲れ様です。あ、おいしい。レモンの味だけどそんなに酸っぱくなくって、ちょっと塩味が効いとって、レモンと塩の味でめっちゃおいしい。塩レモンって感じ。サンダーバードさん、今日もスポチャセンキュー、ハロー、ハロー。これ何のアイコンなのかな。ちっちゃいよね、 iPhone で見ると。ゆうかさん、モデレーターとかつけないんですか？ちょっとやってる。じゃあ今日もモデレーターしてくれそうな人たちにモデレーターになってもらいます。勝手にモデレーターにします。私に選ばれていた人、モデレーターです。メル、おいしい、この飴。なる、ありがとう。あ、じゃあはじめさん、いつもツイッターを持っててくれる人、モデレーターさんにしてください。モデレーター、モデレーターとは、説明しよう。モデレーターとは、YouTube ライブによって、悪いコメントが来た時に、視聴、これでYouTuber に代わって悪いコメントを削除する能力を持っている者のことである。イエーイ。31分遅刻しました。今32分だもんね。 OK です、ありがとう。言えますか？リスキガン天神天狗、分からん。おいしい、すごい。こんばんは、今来た。まつげ綺麗、あのまつげ子だよ。でもすぐまつげ、昨日つけたんだけど、今日朝起きたらめっちゃ5本ぐらいまつげが抜けとった。つけはまつげ子なんだけど、ネイル見せて。今回この赤い、髪が赤いから。2本。何ミリですか？何が？あ、マチックか。11とかじゃなかったかな。うん、多分それもね、一緒じゃ、人によってやっぱり合う長さ違うよ。まつげの分厚さとかあるし、そうだから、いろいろ試すのがいい。私も何回かやって、あ、11ぐらいがいいですねって言って11にしてもらったもん。ちょっと長いんじゃないかな。私も同じ11つけてます。同じだね。ゆうかちゃん、いつも可愛いけど今日めっちゃメイク可愛い、嬉しい。イエーイ、めっちゃホリデイ、ウキウキの夏気分、イエーイ、ズバッとサマーデイ。懐かしくない？アイドルって感じ。松原彩さん、懐かしい。アイシャドウ何使ってますか？今日使ってるのは 3CE、 韓国コスメの 3CE のピンクのやつです。9色入ったやつ。 TW さん、あー、スパちゃんもう一回送ってくれてありがとう。わざわざアイコンはカピバラ姫、可愛すぎて毎回ため息出ちゃう。うせや、出てないやろカピバラ可愛い。大食いして普段どうやって体型維持してるんですか？体質なんよこれは。日下さん、タバコと酒買ってあげて。はいはいはい、うん、タバコは何がよろしいですよ。やめろ、
自分で買ってこい。これちょっと食べてみたいな。寝てた一緒やね。私もさっきも寝ちゃったよ、ソファーで。寒って思って起きた。ゆうかちゃん夏何するの？うん、自宅待機かな。家が好きだから。でも海外に行きたい本当に。それ何？これもウミンチュの、あ、また言っちゃった。アマビトの藻塩シリーズで、あ、ちなみにこのアマビトの藻塩っていうのは私のさ、いつもお世話になってるクルスさんが、クルスケイさんが教えてくれた。何でも美味しいもの使っとるけどさ、ねえねえクルスさん、お塩は何がいいですかって聞いたら、お、俺ね、アマビトの藻塩使ってるよって言って、へえ、私も使ってみますって言ってアマゾンで注文した。ちょっと待った、それトマト、うん、トマトだね。トマトのドライフルーツですね。まあ、飴がちょっと入ってるもんだ。ちょっとこれがなくなってから噛もっかな。歯が割れたら怖い。最近グミ食べとったら歯の詰め物取れときゃ怖いのね。髪型と同じ。あ、 CM ください。塩トマトの飴でかかったもんね。せやな、トマトのドライフルーツ美味しい。まだちょっと食べてないから。ちょっと飴待ちです。飴さん待ちです。運動はたくさんしますか？せん。寝てばっかり。寝るのが好き、一番好き。寝るのとネットフリックス見るのが好き。私最近気づいたんやけど、猫と遊ぶこと、私の好きなこと、趣味、猫と遊ぶこと、寝る、ネットフリックス、全部寝がついている。うーん、すごい。トマト色かわいい。黒と赤って何があるかね。黒と赤のものって茶色か。茶色と赤のもの、あ、そうだ、あのね、みんな聞いて聞いて聞いて、セカンドチャンネル見てくれましたか？今日も更新したんです。でもちょっと前、昨日やったインスタライブのアーカイブを載せたんだよね。だからセカンドチャンネル見てください。ゆるちゃん、ゆるちゃん、ゆるちゃん、ちょせよ。いや、わかんない、ちょっとゆるちゃん見てね。ファッションショーですね。えらい、まゆみちゃん、えらい。そうだよ。で、昨日はメルのお誕生日 あの動画をあげた。後で見てきます。うん、絶対見てきて、約束。小6の頃、給食で木下優子さんの真似をしてた僕も苦労になりました。感慨深いなぁ。ちょっと待ってよ、小6の頃、いやー、っていうことは小6、中1、中2、中3、高2って言った？高2？高1、高 2？6 年。私もババアにアラフォーになるもんだ。ババアっていうのアルファ王じゃ、アラフォー、アラフォーってこういう、私もアラフォーになるもんだ。あの頃もまあ結構、あの YouTube の中では、ユーチューバーの中では年齢差は高かったんだけどね。ヤンニョムチキンの大食いしてほしい。したことなかったっけな。メルちゃんのライオンカットかわいいね。こうやってお尻やると尻尾がピューンって上に上がるんよ。ゆうかさんなら CM あってもおかしくないと思うけど、赤い髪もおしゃれさんだしね。尻尾が隠してる私を。いつかココスの総選挙の動画お願いします。ココスさん、タイアップよろしくお願いします。ちょっとね、あのレストランココスさんで撮影したりとか、ちょっといろいろね、あの手間があるんで、ちょっとここはお店が協力していただけないとちょっと撮影が大変かなっていうのがちょっとあるので。ココスって、まだドラえもんのさ、まだドラえもんが CM しよるとココスって、ちょっとドラえもん変わって
私に代わってTW ちゃん、カピバラちゃんって呼ぼうかな。本当にどうしたらこんなにか、もうやめてって言える、ちょっと待って読もうちゃんと読もう。本当にどうしたらこんなに可愛い人と会うことができるとため息出ちゃう。もうやめて、照れる、嬉しい。もうドラえもんじゃないですよ。あ、そうやったよ。あの、私のあの好きな CM、 カッパ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 寿司、あれしか覚えてない。あー、もう全部忘れた。ちょっと誰か書いてよ、コメント欄、コメントチャット欄に、カッパ寿司のあのお寿司のネタ言うやつ。海鮮丼のお食いしてほしいです。今日の髪の毛真似して染めました、 SJ ちゃん。嬉しい、めっちゃ嬉しい。じゃあ祭りにかけたら声かけるね。スペイン語で何か言う。オラー、カッパ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 寿司じゃなくて、その後違う、なのハマチって言うじゃん。え、この CM ローカルだったのってやつたまにあるよね。雨が期間に、砕けた雨が期間に。オーラー、あ、ポフェイワシあ、やめて、メールやめてやめて、ポフェイワシこれめっちゃおもろいよね。あ、もうやめてメール、やめてメール、ほんとバズってやってるのかな。それ全部おじいちゃんのパフェになってるの見た、やばい、それはパフェ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 、やばい、それは面白すぎる、それはパフェ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 。あ、コメント欄が消えた、やめて、わざと、絶対わざとだよね、絶対わざとだよ。それそれ、パフェイワシサーモンハンバーグー、なな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 なポフェイワシ、めっちゃおもろいよね。回転寿司ガチで食ったら何歳くらいいける。あ、もう今はね、あのガチでてか食べたくないんよ、もう。あの、そんな時代は過ぎました。頑張らない、頑張らないでいきましょう。あの、現代の日本人はね、頑張りすぎです。頑張らない、それがそれです。ポフェイワシ、ロンちゃんは、いや、そうなんよ、ロンちゃんね、どっかで寝とるんよね。ゆうかちゃんが言うとポフェに聞こえる、嘘や。ゆうかちゃん、ココス CM、 いや、わかんない、忘れちゃった。ココスだよ、ココスだよ、包み焼きハンバーグー。あ、なんか雨なくなった、わかった、頑張らない、うん、ゆるく生きないとね。そう、ゆるく生きないと、あのね、頑張るとなんか期待するじゃん、変に。で、それを裏切られた時になんか恨んじゃったりするじゃん。だから頑張らない、何事も、それなりに自分がやれる程度に。で、めっちゃ好きなことだったら別に頑張るっていう意識なく頑張れるけ、それが一番なんよ。あの、何の意識もなく頑張れることを頑張るのがいいと。だから無理やり頑張るのはね、ダメ、良くない、体に良くない。おててとシワとシワを合わせて幸せなーむー、懐かしい。人に期待しすぎないって大事、ほんとほんと。あのね、人に期待してダメ、あの、だって人のことはどうにもならんからね。あの、自分のことしかどうにもならんから、無理せんで。肌荒れすごいですね、やっぱり。私もちょっとマスクしよう。喋り方が癖になる、かき京さん、スパチャセンキュー。でも、ゆうかさん、みんなに幸せくれてますよ。嬉しい、それが一番やん。自分の好きなことやって、自分の好きなこと頑張って、みんなも幸せになる、一番最高、
一番最高。韓国語喋って。ケンチャナーケンチャナーケンチャナー、私の一番好きな韓国語、ケンチャナー。何時までいるんですか？まあだから1時間ぐらいやろうかなと思ってるから、まあ11時かな。ケンチャナー、一番可愛いよね、ケンチャナーって言葉。明日試験です、ファイティン。じゃあこれをちょっと食べてみます。まるでなんだか宝石のようですね。赤色の宝石ですね。これはシャーかな。うまい。いや塩がいいね。甘いのしょっぱいのが合わさっとってめっちゃ美味しい。マジメールチャックから何回送るじゃん。私のことそんなに好き？カッパカッパパフェイワシサーモンハンバーグ。かわいいってみんながよかったね。おお、やべやべ、 ASMR 用のマイクが。なんで100円の匂い嗅ぐの？本当に変な猫。それ私とはあなたを愛して、私たちはあなたを愛してスペインを訪問。めっちゃ行きたい。ケンチャナーってどういう意味ですか？ケンチャナーは大丈夫ってことです。ケンチャナーよーとかケンチャナーとか言ってる。お金大好き、お金好き。どうした急に。私も好きだ。お金は幸せになれるぞ。コッパケンチャナースタイル、なんだそれは。酒補充してきた。マネーマネー。サムギョプサルを餅で巻いて食べるの知ってます？え、知らん。それやろう。マジでちょっとそれやるね絶対。タケノコの里とキノコの山ではどっちが好きですか？タケノコの里。なんでかっていうと、酒のこの里の方がクッキーが美味しいから。髪型かわいい。ポニーテールにするとこんな感じ。パフェイワシ、ああ出た出た出た。ハマチ、中トロ、甘エビロール、サーモンハンバーグ、イナギ、サラダ、サーモン炙り、パフェ、イワシ。ハマチ、中トロ、甘エビロール、サーモンハンバーグ、イナギ、サラダ、サーモン炙り、パフェ、イワシ。ちょっとトマトが。うん、トマトが急にやっぱり歌うとちょっと喉がびっくりするよね。おいおい、急に歌うのおいってなるよね多分。の脳についていってないよね多分。うん、けんちゃな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 、そうそう、こういう時に言うの。大丈夫って言って、席大丈夫、けんちゃなけんちゃな、いつも言ってます、ありがとう。喉大丈夫ですか？いや、あのトマトがちょっと攻撃してきた。トマトの攻撃。あなたは最高です、嬉しい。この後何するの？ピクホシさん、スパチャセンキュー、 PDR さんとコラボしてください。え、したい、久しぶりにしたい。そういえばしたい。運命を見て一回もしてない。あー、やばい、動画になりそう。やめてくれ PDR さん、怖い怖い、私流されやすいんだから。さっきのそうやな、このあと何するの？このあといつもみたいにインスタライブに行って、だから皆さんインスタに来てくださいね、私とお話ししたい人は。でそのあとツイキャスですね。ツイキャス行って今日はお風呂に入って寝ます。タニアンさんとコラボしたらやばい説。いや本当だよね。なんで私たちさ、タニアンと私さ、普通に楽しく動画撮ったんだよ。しかもめっちゃあれ時間かかったからね、あの夕方から撮ってもう朝まで撮影したんだよ。なのになんであんなこと言われないけん、あのね、どう、みんなどう思う？
顎同士の吹き出物、うん、ニキビだねこれは。働きますね。へい休日キューティー、言われすぎててかわいそうだったよ、ありがとう。なんて言われたの？それは谷屋さんの動画見に行ったらわかるよ。木下ゆうか谷屋コラボで検索してみ。ゆうかちゃんかわいいから谷屋のファンに認められてると思うわ。やっぱりそう。ごめん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 、ぶち叩かれるわ。あ、TRさんまたスパチャセンキュー。お金持ちですね、あなたは。姫が静岡の富士に来てきた時に近くにいてすごく後悔した。いつか姫に会いたい。私も会いたいよ。カピバラちゃんだね、 TW ちゃん。ミスの餅ドーナツ食べてほしいです。食べたい。アラビア語言えますか？読まれんよ。めっちゃ言われてましたよね。そんなの気にしなくていいです。気にしてないです。だって私とタミヤンくんは仲いいんだもん。言われたって別にいいもん。私とタミヤンくんのこと、私のことを知らない人が言ってることだからノーダメージです。あ、煽っちゃった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 。もうこういうとこ、こういうとこだから炎上するの。ケンチャラ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 、またフィッシャーズとコラボやってください、お願いします。え、私もしたいの、それがさ。いや、このフィッシャーズもよ、あのさ、もうなんなん本当に。あのね、あのケンタッキーとフィッシャーズさんとケンタッキーのコラボしたんだけど、それでまだね、私がフィッシャーズとコラボした時そこまで今ほど人気じゃなかったね。ちょっとじわじわ人気になってきたなってぐらいで、でも私ウームに入ってすぐシルク君と仲良くなったよ。で、なんでかって言ったら、私のバディマネージャーさんが最近ウームにこの子たち入ってきたんですけど、結構ね面白くって押そうかと思ってるんですよ。あ、押す、いや押すとかないと思うよ、知らんけど。で、ちょっとね目つけてますって言って、あ、そうなんですかって言って、で動画見てみたら本当に面白くって、あ、え、この子とちょっと友達になりたいと思って飲みに行ったの。だから超昔から、まあ超昔っても本当の小山ではないけど、ウームに入って結構すぐ仲良くなりたいの。でコラボしようって言って、でコラボしたいの。でその最初ね、フィッチャーズとのコラボの動画出した時はそこまでフィッチャーズが人気じゃなかったので、動画を見てみんながさ、あの、わー楽しそうっていうコメントがいっぱい来たんよ。わー楽しそう、またやってみたいなコメント。でその後にフィッチャーズが超人気になってきたよ。その途端、え、ババアババアみたいな、え、ババアババアキモいよみたいな、え、ババアちょっと失礼じゃねえみたいな、おいなんなんだってちょっと思ったっていう話。でも大丈夫、別にお互いが仲いいから大丈夫。別にだって知らんもん。なんでだろうな、大食いの男子のファンの女の子とか大食い女子さんの悪口苦手なのも焼き餅がひどい。なんでだ、でもやっぱりなんかさ、美味しいものを食べてわー楽しいってやっとるじゃん。楽しくてやっぱり動画やっとるからずるいってなるんじゃないかな。で私はやっぱ思うけど、アンチコメ書く人って多分今がちょっと幸せじゃないんだろうなって思うよ。だからなんか今こんな自分はさ辛いのに、なんだよこいつすげえ楽しそうだな、えいってやっちゃうんじゃないかなってちょっと思ってる。多分すごく幸せな人はねあれ書かないと思うんだよね。うわめっちゃ毎日楽しい、おっと今日もアンチコメ書いちゃうぞみたいな人いるから、いないと思うんだよね。ひがみですね。いやまあそれはよくわかんないんだけどね。本当のゆかちゃん、下焼け、あなたは私の本当の私を知ってるの？インテリアにこだわりのある？ない。だからすごい部屋が散らかってくる。あのなんかこだわりがないから、可愛いと思ったものどんどん買うから。絶対に直接言えない人ですよ。まあ、うん、まあそれはね、悪口は言えないでしょ直接は。うん、そうだね、直接言えないから書いてるのかなと思ったやつ。でもやめた方がいいよ。なんかそういうことしたらどんどん心がすさんでくるから、もっと自分の楽しいことを毎日やった方がいいと思うよ。こういうなんだろうな、そういう無駄な時間やから、私に無駄な時間を使わないで。あなたの時間を使ったらもったいない、ダメ。あなたの人生はあなたのものなんだから大切にしてあげて。悪口なんかに使ったらあなたのお母さんが悲しむよ。
あなたのご先祖様も悲しむよ。足引っかいた。ポリ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 。ダメダメ、もったいないよ、あなたの人生がそんなことに使ったら。人生ね、あのね、人生っていうのは限られてるんだから、人同じ一日をね、過ごし方によってどれだけ価値が違うことか。一日頑張って、自分の将来の夢のために頑張った人、もう一人の人は一日中 寝転がって過ごしていました。まあ寝転がるのはいいよね、ちょっと夢見るの楽しいしね。いやまあちょっとあれですね、あの悪口を言ったりして、あの動物をいじめたりして暮らしていました。どう、一日自分の将来の夢のために頑張った人、あの人の悪口を言って過ごした人、どうこれ、どっちが幸せになれると思う？絶対こっちね。だからあね、時間を大事にしてください。あなたのためを思っています。私は動画をね見てる人たちはみんな大事なんで、嬉しいんで。だからアンチコメ書くのいいんだけど、あれも正直私アンチコメ消してる。でもそれはなんでかっていうと、私の視聴者さんがアンチコメがありすぎて動画が見たくないっていうの、あのすごい嫌な気分になるって。だから結構消すんだけど、そうだから、でもそれの時点でちょっと人に迷惑かけてるし、そうダメだよ、ダメダメダメ。それ俺も擁護したら散々叩かれたよ。なんだろうね、多勢に無勢だったりするからね、一人で戦うと大勢で結構叩いてくるからね。家族がストレス。なんでなんで。好きなアニメは何ですか？最近あのハイスコアガールっていうのめっちゃ見てる。あとおいしんぼと笑うセールスマン。今日の服見せて。なんかこういうやつ、こういう猫、なんか寝起きの猫みたいなやつ、なんかカップ持ってる猫が。こんにちは、こんにちは。この顔ムカつく。そういち T シャツ好き、私も好き、伊藤潤二さん好きやから。でさ、その写真をさ、あのスマホにあげたいの。あ、スマホじゃない、あ、ツイッターにあげたいの。そしたらえっちゃんも好きって言って、でし、あ、初めて伊藤潤二ファンに出会えて嬉しかった。今度飲もうって言った。嬉しい。私その総一が一番好きなんだけど、フチさんっていうのもめっちゃ好き で、あとは四つ辻の美少年めっちゃかっこいい。あの韓国、なんか韓国タレアイドルっぽいよ、四つ辻の美少年はめっちゃかっこいい。もうなんかみんなが好き、四つ辻の美少年様かっこいい、じゃあ死ねって言うとめっちゃね、おもろいよ。ニノミンさん、スパチャセンキュー。ゆかちゃん、かわいすぎる。イエーイ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 。アラフォーだけどかわいいだって、イエーイイエーイ。リップ何使ってますか？いや、さっき言ったんだよ。これ巻き戻して、アーカイブで後で、あの、あれに載せるけ。セカンドチャンネル。あ、だから皆さん、セカンドチャンネル、私のゆるちゃんを登録してください。ビビアのティントと、今日は、これです。ディオールの、ディオールのアディクトリップグロウオイルってやつですね。ソワちゃんにもらいました。ソワちゃんがチャンネル登録者さん50万人いってるので、皆さんおめでとう言いましょう。お腹減ってきた。パフェイワシ。ゲーム実況とか見ることありますか？ない。ない、だって分かんないもん、ゲーム。九州の方すごいことになってるけど、家大丈夫？私もう実家はないの。でも北九州に住んどるみんな大丈夫かな。まつげ長すぎ。ビューラー何使ってますか？ビューラー使ってないんだ。何も使ってないけどこのまつげなんだ。なぜならまつげだから。まつげいいよ、楽。月に1回やればもうビューラーもせんでいいし、マスカラもせんでいいし、しかもまつげが落ちてここが黒くなることもない。最高。私なんか目の形なんかはビビアじゃなくてピアです。あ、本当にありがとう、教えてくれて。ピアか、これでピアって読むとピアね。 OK。
まつ毛取れちゃうの嫌でまつ毛パーマに変えた。あー、まつ毛パーマもいいね。ナチュラルだしね。でもあれはまつ毛が長い人にしかダメだよね。で、なんか何を落としたか私。スパチャセンキュー、チャンネルハロさん、ハロー。何を落としたっけ。可愛いよ、通り越してかっこいい。え、何を言おうとしたんだっけな。夏ゆかの話しとったよね。あ、そうそう、だから私見る形でなんかすごい落ちやすいみたいで、なんでか分かるけどめっちゃ真っ黒になるよこの下が。でだから夏ゆかの方がめっちゃいい。目の形好き。でもアイプチなんだよ。アイプチ可愛い声って可愛いやんけ。うまい。かのんちゃん、スパチャセンキュー。かわいい。鬼滅の刃好き。もう鬼滅の刃見てないの。私結構なんか流行物になんかちょっとね、うん、なんか今流行ってるから私は見なくていいかってなっちゃう派で、ちょっとそれが落ち着いた時に見てハマったりするんよ。なんか世間の感じのやつに乗るのが嫌なんよと言いながらイテモンクラスを見たんだけどね。まあイテモンクラスは別に流行ってるから見たわけでは全然ないんだけど、見たもともとね、あのだからパラサイトを見てから韓国の映画とかドラマが好きになっとったんよ。でスマイルちゃん、スパチャセンキュー。スマイルスマイルっていい名前だね。かっこいい。あ、もうメールが噛んどる。もうメールやってよ。もういい。ライブ配信を停止してもよろしいですかってボタンになっとるやん。あ、大変だ。もう1時間、そろそろです。もうやめて、やめて、やめて、もうやめて、ゆうかちゃん、はじめまして。はじめまして。かわいい。かわいいんだ。ほんと悪いことしてもかわいいんだ。ツイッターフォローしてるよ。ありがとう。え、みんなも YouTube と Twitter とインスタフォローしてね。そして通知&フォローしてね。インスタでもライブしてるよ。Twitter でツイキャスもやってるよ。だから、これをフォローしてた方が見れるよ。そしてですね、ツイキャスはめちゃめちゃ人数が少ないのでコメントめっちゃ読みます。私ね、ここが出とるのがコンプレックスなんよ。でもこうやったらちょっとね収まるよ。私も韓国ドラマ好き。フォローしてます。ありがとう。してるよ。ありがとう。初見です。ありがとう。世界的に有名になってしまったんですね、ポンジュロさん。博多は雨やめ気味だから、こっとどう、これほらちょっと縮まったくない。こうやっただけでちょっと縮まるんだよね。へこんだ。そうよね。出てないけど自分じゃ気になるんやろな。出た、うん、ここがあれかな、やつれすぎなのかな。だからここがめっちゃ出て見えるのかな。出てるなんて思ったことないよ。ほんと？それは自分の顔じゃないから思わないんだよ。やっぱりみんなね、人の顔はそこまでさ興味津々に見ないじゃん。自分の顔はいろいろ気になるよね。全然気にしなくて大丈夫です。ありがとう。けんちゃなー。コルギに行ったらへこむんじゃない。コルギやってみたいんよね。あれゴリ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 やるやつ。てんこいゴリ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 。お腹すいた。ハイライトすると逆に目立たないみたいだよ。え、こうやるってこと。そうなんだ。頭蓋骨動いちゃうよ。頭痛の原因になる。え、ほんと。私最近さ肩めっちゃ凝っとるんよ。それのせいかな。はい、というわけでですね、インスタライブに行きたいと思います。皆さん、もうちょっとお時間ある方はぜひぜひインスタライブに来てください。バイバーイ。みんなすごい楽しかったよ。チャットありがとうくれた人。
熊本のね皆さんや九州の皆さんが安全であるようにお祈りしましょう皆さんで。バイバーイ、バイ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 。うーん、これか。